じゃあカレーでも行くかって、ああはいっつって、カレーいいっすねっつって言って、でなんかガラガラって入っていって、俺の行きつけのカレー屋さんみたいな感じの雰囲気で、で俺もついていって、いやもう好きなもの何でも頼みなって言って、ありがとうございますって言って、これねチーズとかトッピングいろんなができるからっつって、本当ですか、どんだけ入れるんですかって言って、で岩さんもお決まりのなんかあるみたいで、うん、でパーティーって、じゃあ僕もそれでって、ね、レベルはとか言ってなんかあって、レベルってなんか辛さのレベルがどうのこうのって話をしとって、あ僕はもう辛くないのでお願いしますって言って、でまあそのカレー屋さんで終わって寮帰って、そしたら次の日かな、井上和樹さん、うん、ケンお前昨日何食ったんやとかって言うと、いやカレーですって言って、カレーか珍しいなって、どこのカレー焼いたんやこんなんあんのかって、いや岩さんの行きつけのカレーでって言って、いろいろトッピングもあって、あお前それお前、お前それココイチちゃうんか